ゴビハドロスは、後期白亜紀のモンゴルから産出した基盤的ハドロサウルス上下の恐竜の属。タイプ種ゴビハドロスモンゴリエンシス一種のみを含み、ホロタイプ標本は、セノマニアンからサントニアンにあたるバインシレ層から発見された。全長は約3メートルと推定されていたが、後に 7.5 メートルに上方修正された。モンゴルの白亜紀の恐竜化石産地。ゴビハドロスはLSIDで収集された1993年から2004年の間に、モンゴル古生物学研究センターと林原自然科学博物館がBayshin Tsavで発掘調査を行った際、1995年7月に新たな基盤的なハドロサウルス上下の化石が発見された。この化石はトサーグ・トバターが2008年に自らの論文で言及した。2019年にタイプ種ゴビハドロスモンゴリエンシスがキシグジョブ・トサーグ・トバター、デイビッド・ブルース・ウェイン・シャペル、デイビッド・クリストファー・エヴァンス、渡辺正人により記載、命名された。属名は、ゴビ砂漠とハドロサウルス上下を反映して結びつけたものであり、種小名はモンゴルから産出したことを反映している。記載論文が電子媒体に掲載されたため、学名を有効にするために、LSIDが必要とされた。属名のためのLSIDは 38E8AD7、AD50 から44倍都会 B31、DB26 億7545万6556、A であり、種小名のためのLSIDは 2DB42E7 から 6A64 から 4D64、AA19E5D3453 倍と F99C である。ホロタイプ標本 MPC-D100/746 は約8500万年前のセノアマニアンからサントニアンにあたるバインシレ層の層で発見された。頭骨の備わったほぼ完全な骨格からなり、頭骨以降の骨格は関節するが、頭骨は部分的に散在している。数多くの標本が本種に割り当てられており、最も重要な標本は関節した完全な頭骨と前足の MPC-D100/763 である。この標本は部分的にモンゴルの他の産地から発見されている。これらを合わせてゴビハドロスはアジアから産出した中では最も完全に骨の揃ったハドロサウルス上下の恐竜となった。全身の骨の約 95% が保存されており、頭骨も鋤骨と後眼下骨が欠損しているのみであった。骨格復元ゴビハドロスは中型のハドロサウルス上下である。標本 MPC-D100/763 は全長約3メートルであるが未成熟の個体であった。MPC-D100/744 は大腿骨長 72.8 センチメートルで全長 5.3 メートル、ZPAL MgD-III/3 は、大腿骨長104センチメートルで全長 7.5 メートルと見積もられている。後者は、骨の吸収と再形成の特徴が見られており、高齢個体と考えられ、全長 7.5 メートルが完全に成長しきった際の全長であるとされる。記載者は、ゴビハドロスに関して、複数の標徴形質を記載している。ゴビハドロスは、前上顎骨に、くちばし縁突起を持つことと下顎の歯の位置に3本もの歯を持つ点で、他のすべての非、ハドロサウルスかハドロサウルス上下と特徴を異とする。これらは、ハドロサウルス科に典型的な特徴であり、並行進化の過程で、ハドロサウルス科と独立して獲得したと結論付けられた。ゴビハドロスは、腸骨に起伏を持つ点と寛骨臼状のクレストが、側方に突出する点で、バクトラソリス・ジョーンソニア・プロバクトラソリス・ゴビエンシス、イアランビア・キャロル・ヨネッサ、クレアソリス・アゲラス及びテスチドローズ・インスラリスと異なる。また、第一種のスパイク状の爪が存在する点で、ゴビハドロスは、ティンスラリスやプリーナ・ホドローズ・ジャドクタンシス並びに、ハドロサウルス科と区別される。ゴビハドロスは2019年に、ハドロサウルス科の外側、ハドロサウルス上下に位置づけられた。他の多くの層で発見されたため、正確な関係性は不明であった。ゴビハドロスの存在は、後のアメリカ大陸のハドロサウルス浄化がアジアへ進出したことを示唆するものと見られていた。ゴビハドロスの頭部、関節した状態で復元したもの。ゴビハドロスは、頭骨が散在して散失したため、頭骨の各パーツを細かく記載することが可能であった。これは、ハドロサウルス類の頭骨の構造の検証機会をもたらし、また、教育目的での模型の制作にも応用された。林原は、複雑に組み合わさったゴビハドロスの頭骨を幅広い年齢層に学習してもらうため、細かい骨を関節させた状態で、ジグソーパズルのように組み立てと解体が可能な模型を、シリコンと磁石と金属片を使用して制作した。模型は2002年から2006年までダイノソアファクトリーで展示された後、2010年11年には、順に長野県、岡山県、広島県、新潟県、東京都、栃木県で展示された。この模型は特許出願され、2006年3月16日に国際公開された。ありがとうございます。